皆さんこんにちは、廃棄イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く廃棄イラストをやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回ちょっとコメントの方でですね、この車だったり自転車だったりについているタイヤの描き方、要は円ですね、オブジェクトと円をくっつけた状態の描き方が知りたいですというコメントをいただきましたので、今回ですね、オブジェクトに円をくっつけてみようという方法をやっていきたいと思います。円自体はですね、解説したことがあるのですが、それと他のオブジェクトをくっつけて考えるっていうのもですね、イラストを描く上で非常に大事になってきますので、ぜひ最後まで見てですね、オブジェクトに円をくっつけれるようになってみてください。それではやっていきましょう。それではですね、オブジェクトに円をつけていく方法なんですが、楕円の考え方、タイヤとかですね、楕円の考え方ですね、非常に難しいというか、ちょっとややこしいところがあるので、今回ちょっと簡単にですね、描く方法として四角を利用して円を描いていくと便利だよというものをやりたいと思います。以前もですね、ちょっと樽みたいなのを描いたんですが、その時とやり方としては一緒になります。でどういうことかと言いますと、四角形をまず利用して描いていくんですね。で四角形を利用してあげると、ここに書いてある通りですね、この四角形で四角形のバッテンを取ってあげて、これですね、で真ん中とこういう感じで取ってあげたら、ここの四方ですね、こう一番この丸んとなっているところが通る、これを守ってあげて作画してあげると、円がですね、こうやって、円のガイドになるよということですね。なかなかね、絵も難しいんですよね。一回でなかなか描けない。プロクリエイトの場合はですね、こう一回くるっと丸を描いて、こんな感じですね、長押ししとくと綺麗な丸が描けますので、これを利用して描いております。こちらですね、こんな感じで四角形を利用することで円を描くことができます。でこの四角形を利用する円はですね、パースがかかっても同じように描くことができます。でそれがどういうことかと言いますと、ここにこういうような四角があったとします。こんな感じですね、ちょっと細長すぎますね、こんな感じの、四角があったとしますね。でこの四角、これもこれと同じようにバッテンを取ってあげて、でこの四角はこっちに小数点が、あるので、一点通しですね。でこっちの小数点の方に小数していってあげます。で、上まっすぐは直線で、こんな感じ。これがパースがついた四角にバッテンをつけた状態ですね。でこれも同じように、ここの四方ですね、きれいに通るような丸をこう書いてあげると、こんな感じですね。大体ここが注意としてはここが尖らないように気をつけてください。この角がですね、こういう丸にならないように、こういうね、魚ちゃんみたいな。なのでここの四辺の方、窓は辺につくところは丸くしてあげるというのがコツですね。こんな感じで丸を描くことができます。ちなみにお魚ちゃんというのはですね、子供の頃にこういう魚の絵を描いたことがあるかと思うんですが、こうですね、こんな感じで、口が尖らないようにね、気をつけてあげましょう。こんな感じで四角形を利用することで円を描くことができます。なので、他のオブジェクトとくっつけるときもですね、この四角形を利用して描いていくと、非常に簡単に描くことができます。で、ポイントとしては、設計、まず楽の段階でですね、円の入る場所を描いてあげると、非常にわかりやすくなります。で乗り物、また建物にもおすすめの方法となっていますので、ぜひですねやってみてください。じゃあこの四角ちょっと実践的に書いてみましょう。はい、先ほど言ったこの四角ですね、四角をこんな感じで、持ってきました。でこれ車の設計図なんですが、設計図というか車の当たりなんですけど、そこにですねタイヤを持ってきています。ちょっと横に長い気もしますが、こんな感じでタイヤが入るところにこうやって四角を描いてあげると
で、ついでに言うと、この奥の方ですね。奥の方も、奥の方ですね。こんな感じで、こう、小視点に沿って、まあ、この辺にも四角があるよと。この辺ですね。この辺にも、こう、タイヤを書いてあげると、効果的に、左右のタイヤですね。こうやって書くことができますので、まあ、どっちのタイヤもこうやって書いてあげると、わかりやすいです。で、こういう四角を書いてあげて、それにですね、こんな感じで、はめてあげるという形になります。ちょっと薄くしますね。するとこんな感じ。このタイヤが向いているところ、まあもし斜めを向いたりするとする場合は、そうこの四角をですね、斜めのパースですね、この四角をちょっと斜めに仕上げてアイレベルというか小視点をね変えてあげると、まあちょっと斜めになるので、まあ、タイヤをね横にしてあげたりとかちょっと斜めにしてあげたりして書くことができます。でもう一個ですね持ってきたので、このこっち、これも一緒ですね。これは車は横から見た、ちょっと単純な形ですね。横から見たものになります。で、これも、ここの四角ですね。ここの四角が、ここがタイヤが、で、入る部分の四角になっているよという形になります。で、この下が、さっき言ったように、ちょっと角度がついた四角ですね。パースがついた四角にバッテンを取って、真ん中を取って円を描いてあげると、こんな感じで車が描けます。で、こんな急なパース、結構こうグッと奥にパースとかですね、こういうパースもこうやってここにこう取ってあげると完全に同じようにですね書くことができますので、こんな感じですね。こんな感じで左右も取ってあげるといい感じに丸描くことができます。で、ここをね、こうやって丸く取ってあげる。当たりとしてですね、この箱っていうのは非常に優秀になってきますので、こんな感じですね、四角うまく利用して丸描いてみてください。ちょっと自転車の方も描いてきたので、こんな感じですね。自転車の場合はタイヤが2個なので、まだ分かりやすいかもしれないですね。ただ、自転車はこの骨フレームがめちゃくちゃ難しいです。なので、これもね、僕は写真撮ってそれを見ながら描いたんですが、すごい難しいです。なので、まあ、自転車はですね、覚悟して描く必要があります。で、その自転車も、フレーム、まあ、どっち側にね、こういう小視点がいってるかっていうのを考えてあげて、で、タイヤを。この場合はタイヤがこっちの方にね、こんな感じで小視点に向かっております。こんな感じですね。で、そこで小視点を取って、四角を。取ってあげて車輪を取ってあげると、でこのフレームのところもですね、フレームもこう大まかな四角でこうやって囲ってあげると分かりやすいかもしれないですね。あんまり僕も自転車描かないのでかなり苦戦したんですが難しいですね自転車は。まあ、こんな感じの大まかなね、すごい大まかな形で取ってあげると分かりやすいかもしれません。で先ほど言ったこの車輪をね回転させるっていうのは今この形ですね、この形ですが、こんな感じ、こんな感じになります。ハンドルをね、ちょっとこう、グッと切って、これが元ですね。これが元なんですが、これが、ハンドルがこうなった感じですね。ね、回転した感じ。になると、こういう形で、こっちの前輪の方だけパースが変わります。アイレベルはね、一緒なんですね。アイレベルは、上の方、まあ、この辺にね、あるんですが、小視点の位置が、これは全部一つの、こっちの方は一つの小視点。ね、消失してたんですが、こっちの方は前輪の方だけ違う小視点を取ってあります。こんな感じで、アイレベルは変えずに小視点だけ移動することによって、タイヤ、物体ですね、角度を変えることができますので、それを利用してタイヤを回転させて、で、書くことができると。これもですね、非常に難しいです。難しいので、まあこういう感じで四角を置いてあげると、まあ、丸もね、描きやすいんだなっていうのだけ覚えておいて、で、いろんなオブジェクトにですね、円をくっつけて、描いて練習してみてください。かなりね、この四角を描けるようになると、いろんなものが描けるようになりますので、まあ、四角を母体にしてですね、いろいろ派生して描くような感じで考えてあげるとうまくいくかと思います。はい、それではいかがだったでしょうか。今回はオブジェクトに円をつけてみようっていうものになりました。簡単な方法としてはですね、四角形を利用して円を描いてあげると非常に分かりやすいよっていうのをお勧めしております。で、ポイントとしては、まあ、ラフ、設計の段階ですね、こういう感じで円の入る場所っていうのを描いてあげて、描くことによってスムーズに描くことができるかなと思いますので、ぜひやってみてください。
乗り物とか建物にもおすすめになります。建物今回ちょっと、忘れてたんですがちょっと今軽く説明しますと、建物ね、建物も、これね窓だとして、窓を描く場合にここだけ、こっちだけこういう感じで、ね、アーチ状にしてあげるとか、でこれこうまっすぐ引いてこんな感じで窓を描くことができます。なので壁にですね、壁がこういう感じの収束をしている、まあ、もしビルがあったとしたら、まあ、こういうビルが、ね、あったとしたら、ここにこんな感じでね、例えばですね、だいぶ適当ですが、例えばまあこんな感じで、ね、四角を取ったとしたら、ここにこういう感じのアーチを入れてあげることによって、ここにドアを作ることができる。これいらないところだとしてですね、こんな感じでドアを、ね、書くことができますので、こういう感じで建物にも使うことができるものになっておりますので、ぜひですね、お試しください。このオブジェクトに円をつけるというのは非常に難しいんですが、できるようになるとですね、いろんなものを書けるようになりますので、非常に面白いかと思います。なので、地道にですね、ちょこちょこ練習しながら書いていっていただければと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かったり参考になったりという方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。他にもサイト、SNS、イラストの販売等しておりますので、詳しくは概要欄の方をご覧ください。またメンバーシップの方も始めようと思っておりますので、詳しくはですね、概要欄の方にメンバーシップの動画も載せておりますので、ぜひそちらの方もご覧ください。一緒にですね、背景イラスト上手くなったり、楽しく描いていければと思っておりますので、今後ともぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。